皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。SMBC 日本シリーズ2023オリックスバファローズ0 8阪神タイガース28日京セラドーム大阪写真こんな吉信の,の表情見たことない。まさかの KO に顔を歪めるオリックスが阪神との日本シリーズ第一戦で大敗した。 中島監督にとっては想定外のゲーム内容だ。先発はエースの山本義信投手。4回までは危なげなく、スコアボードにゼロを重ねた。しかし、5回に捕まった。先頭の佐藤テルに中前打を浴びると、自打者の初球に二投を決められる。一支三塁からは渡辺亮に先制的自打を食らった。さらに、 西一二塁からは近本に宇宙間を破られて2点敵地三塁打に。中野にも敵地打を許し、今季初の1イニング4失点を喫した。1イニングで被安打後は CS ファイナル S の第一戦以来。6回にも修正ができず、西一三塁から木並が左前敵地打。続く坂本にも敵地二塁打を打たれ、 6回途中で降板。2番手の山田も1点を失い、自己アーストタイの7失点となり、大事な初戦のマウンドを任せていただいた中で、役割を果たせなかったことが悔しいです、とコメントした。打線は1番に池田を起用し、左足甲の疲労骨折が感知していないトングーを先発復帰させるなどしたが、不発。 5回に先頭の森が天井のリングまで打球を飛ばし、入り込んで落ちてこずに二塁打という一打もあったが、本塁は踏むことができなかった。59年ぶりの関西シリーズで阪神との頂上決戦は初めて。2年連続の日本一へ向けて、厳しいスタートとなった。ただ、昨季も2敗一分けから4連勝で日本一を掴んでいる。 パリーグの絶対王者はこのままでは終わらない。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。